腹ペコアザラシと申します。信長の野望大使パワーアップキット、難易度は超級、シナリオは川中島の合戦、選択大名は長野成森、第19回を始めさせていただきます。前回また南部、今度はですね、南部が名手となって長野家包囲網が形成されました。しかし長野家を取り囲む勢力は、まあ前回と比べて参加勢力が少なく、南部芦名の進行軍は撃退、そして北条に至っては大幅に領土を切り取っている状態になっております。それではまたお付き合いいただきましたら幸いです。では行きます。よし、兵糧攻めで落としましたと。正信も一応向かわせとこうか。タコさんどうです？交渉出てる、いいね。正信はやっぱ必要ないね、ここまで来たらさすがに。で、ここはあと55日、ここも交渉出てる。駿府の方なんとかしたいな。そしたらここよし、強引に変えちゃおう。下田の方がもうすぐ落ちるもんね。強行で48、いいね。全面解放、よしよっしゃよっしゃよっしゃ、これでなんとかなるね。ああ、そっか、包囲網を食らってたんだね。なんか包囲網を食らうのがちょっと早くなかったですかね、さっき。そしたら芦名と南部に講和を入れていきましょう。ちょっと南部がやばいな。さてさてさて、これで一気にいけるんじゃないですかね。敵が我が領内に向かっております。お、まあ、いや、勝手に攻めさせておけばこうはできるでしょう。とりあえずお題を貸そう。使いの者が来たような。いやいや、北条とはこうは結びませんよ。よし、あ、伊達家との同盟切れちゃったよ。やばいぞこれは。表情を終えるぞ。ご命令を。ちょっと伊達と結べない、やっぱりそうだよね。うわー、しまった、これはまずい。ドメイン長間に合うか。従属、今度こそ。うわー、やばいぞ。これはまずいことになってきたぞ。仏罰敵面、仏の怒りを恐れなさい。よし、落としました。これで北条も滅亡と。そして北条の一門は関東を落とし入れた、落とし入れたっていうわけじゃないですね。勘定、勘定、いやーなんか、せっこんじゃった。関東を、そうやった、なんて言うんですか、戦乱の渦に巻き込んだ一族なので、登用はせずに、氏康、そして、その、氏政、この二人は逃げたということにしましょうかね。またいつも通りね。それ以外は全員いなくなっていただきます。はい、ではこちらは軍を落としますと。で、南部とは結んだ、それはいい。ただ伊達だな、どうしよう。伊達滅ぼすか。なんかどん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 北の方に行ってるけど、伊達滅ぼしちゃおう。力で
伏せる。おお、そうだよね。もうだって味方がほとんどいなくなってるから大将剣ばっかり多分出てる。わあ、よし、これで本願寺はよし行軍しましょう。どこなら有利で当たれる。基本有利で当たれるところは多いはずだ。出たな、正虎お前はこの野郎どこが一番有利で当たれるんだ。二箇所、ただあそこまで言うほど有利じゃないな。サボってないよね、7巡剣とかあるのに。この4巡剣とかが意外に効いてるのかな。とりあえずここだな。よし行こう。うん、本願寺とも切れちゃった。これがちょっときつい。本願寺とは交渉持ちかけたままに。なんでお前ら、なんでお前ら来ようとするんだよもうダメだよそんな。ちょっと待って、このコメント出たってことは本願寺も敵視になったってこと。いや、ちょっとやめて、それはそれだけはやめて。無理。狩太郎関、うわー怖くなってきたな。だんだん農兵精霊全部入るかな。大義名分までいきますか。間違えた、猛虎号令まで。よし、なんとかここまでは入りますね。さてそれではいきます。ん、どうだ。いやもう不参戦でこんなの。はい、勝てましたと。そしたら、いや騎乗はさせないけど軍をばらけさせましょう。浅井に突っこうか。浅井だね。はい、こちらで27交渉。はい、軍勢戻ったね。そしたら米沢進行する。うーん、いやらしいところに行きますね。そしたらここに、はい、これで、1万6000ぐらい出しておいた方がいいかな、今回は。で、相馬中村にも、はい、そんなにはいらないか、やっぱ1万2000ぐらいで十分だね。はい、で、あと、小高城、ここにも1万2000ぐらい。で行きましょうと。うん、これでもう十分ですね。あとは南部と対南部をどうするかだな。あー、よし、はい、全面開放。よし、そしたら米沢入っちゃう。取られたくないからね、なるべく。で、渡りにもちょっともう軍勢送っちゃおう。これくらい送れば十分でしょう、もう。35日、こっちの方が早いですね。では行きましょう。よし、ちゃんと派兵し、部署も派遣してますからね。よし、これで水攻めにしようかな。どうだ。
ただこれ問題が、リフ城のこの軍勢だな、ちょっと取られたくないぞ。伊達は取られたくないな。どうだ、丸森城。おい、はい、それでは進めてまいります。よし、相馬中村もとりあえず強行でいいかな。ここは140いくつはいくらなんでもね。これでどうでしょう。あ、しまった、これは選択ミスだな。全面解放、よし。丸森は取った。ちょっと渡りの方に向かっておきましょうかね。はい、渡り城ですね。これ囲みで45持つかな。45日持つかな。ちょっと、うん、変わろうかね。米がもったいないから。よし、37日。いきなり交渉出ましたね。交渉しとくか。で、あとはアマカスの方はどれぐらいだったっけ。水攻め44日か。折り種の方は43日。ここも交渉出てる。ここ交渉しちゃうか。さて、それで正影の方は44日。これはちょっと微妙になってきたぞ。南部がリフを落とすのが先か、我らが落としちゃうのが先かっていう問題になってきましたね。全面解放、おい。じゃあここは退散で。お米がやっぱりうちは少ないからね。お、よし、これは純粋に落としていけば十分ですね。南部の方が先に落としてくれましたから。はい、では進めます。仏罰敵面、仏の怒りを恐れなさい。よし、養老攻めで落としましたと。では、ここはよしと。うわ、なんか嫌だな。よし、米沢も落としましたと。では、正影も騎乗しますと。あとは森谷だけですね。よし、いやー、でだ、マサトラどうしようかね。ああ、剣士のグラフィックになりましたね。どうしようかな、彼は。彼どうしようかな。でもやっぱりそうですよね。ここまで関東をぐちゃぐちゃしたのは彼なんですから、やっぱり彼を迎え入れるってわけにはやっぱどうしてもいかないですよね。あ、影勝までいる。影勝も迎えるわけにいきませんね。ではこの二人は逃げたという体で、うわぁ、南部が強くなっていくなぁ。やばいですね。やれ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 、ちょっとこれはきつくなってきましたね。表情を始めようか。うわー、
いやいやいや 仲間に入れてくれと。入れませんと。はい、それでは結構ね、メリハリをつけたことをしたつもりなんですが、もう南部をね、戦うのはもう目に見えてるので、もうそしたらアシナをね、滅ぼしちゃいましょう。そうですね。アシナ滅ぼしちゃいましょう。で、朝倉なかなか従属が、もう従属依頼したつもりなのに、なんかすぐ切れちゃう。まあまあいいでしょう。うん。で、アシナはね、もう一気に攻め滅ぼします。で、ただね、アシナが一番きついのは、なんといっても準剣場。なので、準剣場をまず破壊します。ん？出てきてるな。いや、大田原だ。ここだ。ここに8万もいらないと。3万ぐらいで十分でしょう。し、これでいきますかね。はい、それではまず、アシナ、対アシナ戦を進めていきます。国衆将兵入れてきたか。それでは、ここに1万ぐらいの軍勢を蘇生しますと。沢田だけでいいや。沢田城、沢田城、沢田城。あれ、沢田19でしょ？まあいいか。日常からでも。で、あとは、こんなもんかな。で、まあ、1万ぐらいだね。やっぱり、9900でいいかな。で、ちょっとここに集結しておきましょう。で、ここにも、1万ぐらいの分を2つ、やはり、作っておきましょう。はい、ここにもう一つ。ここかな。ここにもう一つ置いておこうかな。引っ込んじゃった。しまったぞ、これは。まあ、いや、ちょっと様子を見ましょうかね、とりあえず。ちょっとやりすぎたか？手段は選ばぬ。勝つためなら。やっぱり来ることが来た。なんかでもよくわかんないことやるな。待機せよ、王国いたす。ゲッチ。じゃあ、この1万の分で、とりあえずこの準剣場を落としましょう。ん？この1万6500は坂戸に向かっている。よくわからないことをやるな。で、じゃあこの1万の分で、もう一つの準決勝、ここ破壊しましょう。よくわかりませんね。何をやろうとしてるんでしょうか、彼らは。大田原城で、大田原城は、ここでいいかな。ちょっと、アシナさんやってることがわかりませんね。交渉。軍は19,400。いや、ちょっとね、君ね、もうね、嫌なんですよ、私。君に気を使うのは。大地震が起きましたと。うわぁ、マジか。そりゃ、南部はうちを狙いますよね。織田家が大将と。はい、勝ちました。となると、これは、こちらに入っても、ダメか。ここまず行くか。よし、ここ行きましょう。これまだ壊しきれてないしね。
どういう事故があるかわからないから。よし、指揮なさらずとも出ましたね。よし、これでいいでしょう。いけ。で、アマカスもここぞとばかりに黒川に入りましょう。で、こちらも行きましょう。これでアシナも終わりですね。よし、強行で行きますと。はい、指揮なさらずともっと。よし、アイズシング一番きつかったアイズシングもこれで落ちましたと。はい、方位51日十分ですね、このぐらいの日数であれば。よし、これでアシナ4拠点ももう私たちに陥落ということですね。では行きます。よし、大田原も陥落と。はい、これでよしと。小田につきましょうかね。これちょっとまずいぞ。アザイと小田がやっぱり組んでるからな。よし、黒川もこれで落ちましたと。影勝さん、君は仲間には加えられないよ。ってことは、正虎もここにいるのかな、もしかしたら。影勝だけ？影勝だけだ。ってことは、もしかして、もしかすると、やつ、あっち行ったか、ついに。あ、まだ浪人中なんだ。はいはいはい。まあいいでしょう。よし。はい、落ちました。影勝さん、君は仲間には加えられないんですよ。よし。では進めます。はい、秋ですね。いやー、だいぶ評論も増えてきましたね。仲間に加えてくれと。はい、いかがだったでしょうか。北条、伊達、そして芦名、滅ぼしました。これで残る敵対勢力は、北に南部、そして西には織田、徳川。まあ、それ以外にね、北陸の諸勢力も当然あるんですけれども、だいぶ、まあ、長野県、体制が盤石になってきたと言って、本当にもういいと思います。それでは、今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お付き合いいただきましたらよろしくお願いいたします。